シャーレーソル特集、スペシャルゲスト、パッパラカイさんです。パッパラカイです。よろしくお願いします。3バック、4バックも含めてなんかちょっと分かれましたね。楽しみだなって思う選手を挙げていただきたいと思います。見たお客さん全員に記念写真撮って、皆さんこんにちは、ネオンテトラです。今日はみんな黄色を着ているということは柏レイソル特集、というわけでもうすぐサッカーも開幕するということ で、はい、でね、今日新体制発表会があって、はい、それを受けてのお二人にですね今期のレイソルについて語っていただこうと思うんですが、スペシャルゲストパッパラカイさんです。パッパラカイです。よろしくお願いします。いや私はね、はい、レイソルができて、はい、1993年から応援してます。おお、子さん中の子さんですね、93、94、はい、JFL の時に、はいはい、なんとかして J1 に上がろうっていう時にラジオでね2年間、頑張れ柏レイソルっていう番組をやってたんですよ。 TBS ラジオで、はい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 、で、はい、上がって、その番組で消滅しました。上がっても続けなかったですね、お役御免ということになったんですね。で2005年から、はいはい、柏レイソルのホームページでブログを激、はいはい、レイソル日記というのを、はい、拝見しております。いただいております。ありがとうございます。今年から腰ここにつくんですよね。あ、ここに新体制で、ね、新体制、はい、ね、ユニフォームでね、あれは斬新で、あ、いいなと思って、うん、そうですね、はい、欲しいなと思いました。レプリカ、あ、レプリカ、おー、今日は柏レイソルファンのお二方に、はい、熱くトークをしていただこうと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。のレイソルのね1年間の戦いを振り返っていただいて、ちょっと感想なんかをね言ってもらおうかなと思うんですけれども、ちょっと秀樹くんから。いや、やっぱりね序盤はめちゃめちゃ好調だった、うん、誰がどう見ても、うんうんうん、だがしかしね、うん、後半の思わぬ失速あれは何なんだろう。そのもちろん正ゴールキーパーが抜けてしまったとか、うんうん、あと夏場でバテてしまったとか、うんうん、研究されたとか、うんうん、いろいろあるにしても後半の10戦勝ちなしはねちょっといただけない。そっか、そこをね、あの今年ネルシーニョ監督がどう修正してくるかっていうのはね注目かなと思いますけども、うん、去年最後悔しい思いしたんで、ぜひ今年は、しっかり気持ちいいシーズンにしたいなと思ってます、うん、最後までね。そうですね、はい、川井さんどうでした。シーズン始まる前サッカーの専門家が、まあ、10人ぐらいで予想するじゃないですか、順位、はいはいはい、順位はね、あれで降格って予想した人が結構いるんですよ。レイソルめちゃめちゃ多かったですね。そうだったんですね。俺はねあれでね憤慨しましたふんメガネ持ちちゃう。それでね、惚れ見たことが。そうですね。俺は優勝で予想してましたね。はい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 、はい、まあ、優勝は叶わなかったけど、うんうん、サッカーのね、専門家、お前ら何なんだよ専門家なのにね。そう。で、最後、まあ、さっき、秀樹言ったけど、はい、10試合勝ちなかったじゃないですか、はい、俺、下手すると16位とかね、まあ、13位ぐらいになるかなと思ったけど7位じゃないですか。そうなんですよね。あれぐらいちょっとよくわかる。また負けたと、また引き分けたってなるのに順位は落ちないというね、なんだろう、ね、本当不思議な感覚ですよね。そう、もうこれダメだろうなと思うとまだ7位。そうなんですよ。一向に2桁順位にならないっていう不思議な状況でしたけどね。周りもみんな負けてたんですよね。そうですね、平等にね、あんまりね、まあだから、ね、まあ点数で言ったらまあ前半は95点だったんだけど、後半がまあ45点なんで、平均すると、75点ぐらい、75点ぐらい、7位だから半分より上だから、うん、ギリ合格。はい、はい、昨シーズンのですねベストゲームをそれぞれお話ししていただこうと思います。ベストゲームお願いします。私もう決まってます。はい、ルヴァンカップ、はい、ルヴァンカップ、アウェー札幌戦です。あー、あれはねロスタイムにサビオが2点取ったんですよ。はい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 、あれね俺ちょうど浜松町のハブで横井さんと一緒に見てたんですけど、うん、とんでもない盛り上がりでしたよ。おー、ハブ中がハブがいた、お客さん全員で記念写真撮ったんですよ。盛り上がっちゃって、いやーってなって。じゃあ秀樹くんベストゲームお願いします。僕は J リーグアウェー京都戦でございます。あれもですね実はゲーム内容近いんですけど、うん、ずっと同点だったところ最後武藤選手のロスタイムでゴール決めてそれで勝ちっていう。なるほど、はい、ロスタイム。でそれも僕もちょうど実は浜松町のハブで見てました。柏レイソルの9番には割と思い入れがあるんで、うんうん、やっぱ武藤選手が決めてゴール裏に駆け寄ってウォーっと言ってるこのシーンがまさにレイソルらしいなと思って、うん、
新体制発表会も終わって、はい、選手が発表されましたということで、うん、お二人の開幕のスタメンの予想なんかをねしていただこうと思います。秀樹くんから言ってもらいましょうか、はい、今年は本当に難しい、はい、ディフェンスラインがごっそり入れ替わってますね、抜けてしまったので、はいはい、3バックか4バックかからね、から、うん、考えたんですけど、僕は4バックの予想でいきます。はい、まあ、4バックっていうのはレイソルがタイトルを取っていた時のフォーメーションで、うん、後ろからキーパー佐々木、ディフェンスライン4枚が左から三つ丸、小型、津田、川口で、ダブルボランチで C 橋、高見、アタッカーが小山、松、マテウス、サビオ、ツートップ、細谷、武藤、この 4-4-2 で考えてます。今年ですね、高峰選手という札幌から入ったんですけども、うん、ボール出し能力が高いので、うん、去年なかなかやっぱりディフェンス耐えきれない部分があったところをそこカバーしてもらって、でサビをもう少し攻撃にシフトできるような、うん、そんなフォーメーションを考えました。高峰選手ね、オムライスが好きです。ちょっと可愛い中でオムライスが本当ですね、言ってましたね。あの、はい、札幌から来たのに味噌ラーメンじゃないんですよ。そうですね、あの逆に味噌ラーメンはジエゴ選手が好きって。そうそうジエゴ選手味噌ラーメン、そうですね、これはね、と思いました。そうですね、そう意外性よね。ちょうどね、新体制発表会をオンラインでね、はい、見れたんですけど、河合さんの、はい、予想スタメン発表していただきましょう。はい、私は何を考えたかというと、まず点が取りたい、点が取りたい、うん、はい、取ってほしい。誰に取ってほしいかというと、うん、真央ちゃん、はい、ね、細谷選手、細谷選手、はい、あとドーグラスね、はい、でその2人を2トップ、でも小山津にも取ってほしい、そうですね、チャビオにも取ってほしい、はい、武藤にも取ってほしい、はい、ということで2列目はその3人、はい、3人、おー攻撃的、はい、そので5人で攻めるじゃないですか、はいはいはい、その下ボランチが椎橋と高峰選手、3バックです。三つ丸選手、太陽、ジェイゴ選手、おーゴールキーパーは佐々木選手ですね、はい、このジェイゴ選手ってすごいいい選手だったんで、で太陽もキャプテンだし、はい、三つ丸もいいし、はい、で佐々木も、ね、さらに成長をね2つぐらい上がって、はい、で失点はしない、はい、でもう超攻撃的だしもうこれ優勝しかないんだ。優勝しかもう本当攻撃陣がすごいですよね、このフォーメーション。2人で3バック、4バックも含めてなんかちょっと分かれましたね。ネルシーニョ監督サイドバック育てるのがうまいんですよ。うん、なると左サイド、右サイドって置くパターンに戻すんじゃないのかなっていう、うん、そんなイメージですかね。ただ河合さんの武藤をサイドハーフに置く超攻撃的なこれはね、正直相手がこのフォーメーション見た時すごい嫌だろうなっていう。嫌だよねこれね。改めて自分としてはこの選手に期待してる、注目してるって選手をちょっとピックアップしてもらおうと思います。じゃあ河合さんの方から。ジエゴ選手です。ジエゴ選手、おやっぱね、はい、去年のねレイソルディフェンスラインがゴソッといなくなったじゃないですか、はい、俺どうなっちゃうんだろうと、ねはい、みんな思ってますよ、はいはい、まさかあの人が、まさかあの人がっていうのが3人もいなくなっちゃったでしょ、はい、でやっぱディフェンス肝なんですよ、うんそうですね、今年は、うんうん、でジエゴ選手がやっぱかなりキーマンになると思うんですよね、うん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 、日本もうまいんですよ、コミュニケーションもうまくいってるんじゃないかな、はい、やっぱコミュニケーションやっぱディフェンス重要ですからね。そうそうそう、うん、じゃあ秀樹くん、2人いるんですけど、1人は武藤選手、9番、柏の9番推しなんで。なるほど、はい、やっぱり柏の9番たるもの、チームが苦しい時に姿でゴールで引っ張ってくれる、そういうやっぱ9番であってほしい。でもう一人いるんですけど、はい、ゲームのテンポを変えられる選手やっぱ途中で入ってほしいなって僕すごいずっと思っていて、中村圭太選手、あやっぱり中村選手みたいなゲームメイクできる選手とかがポンと入ると、今まで悪いモードだったのもガラッとやっぱ変わってくるので、キャラクターもそうですし、去年なかなかね試合に絡めなかった分爆発してくれるんじゃないかな、注目しております。ちょうど新体制発表会が終わった後なんですけれども、新加入選手の挨拶なんかもありました。その中でお二人が期待している選手とか楽しみだなって思う選手を挙げていただきたいと思います。他にもさっきから散々話に出てるんですけども、コンサドーレ札幌から移籍してきた高峰選手です、はい、ディフェンスの強度絶対上げたいっていう中で、高峰選手が入ることで、高峰選手がボールを取ってすぐそれを C8 選手につなげて、うん、左右に散らしてサビオを小山津で攻め上がって2トップで点入れていただくと、イメージが ね完璧にできてますので、じゃあ河合さん、おーいえー
選手ね、あの日体大から柏原選手、その前まであの高校サッカー選手権に出られてたね選手ね。やっぱね普通に考えるとやっぱ高校からルーキーで来たら、うん、まあ最初の 1,2 年は無理だろうって思うのが普通なんだけど、うん、もう乗ると怖いですよ、うん、若者は、うん、あの選手権日体大柏は最後 PK で敗退してしまったんですけど、うん、最後のキッカーが多いですね、彼だ、うん、そこのね悔しさは絶対あると思うんで、そうだよ、ね、それはねプロっていう世界で爆発させて、ルヴァンがトーナメントで、そうですね、で PK あるから、はい、そこであのそこはリベンジの、そう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 、本当は年間の順位とかねいろいろ聞こうと思ってるんですけど、もう絶対優勝、優勝ですね、それ以外ないんで、ですよね、はい、だからちょっとそこはもういいかなと思って、はい、開幕戦ですね、ガンバ大阪を迎えての、ホーム日立大での試合だと思うんですけれども、その、スコア予想をお二人にしていただこうと思います、はい、じゃあまず秀幸くんからお願いします。はい、2対0で柏レイソルの勝利です。 ありがとうございます。2点取りますか。そうですね、やっぱ大阪あの攻めてくると思うんで、はいはい、まあ、その裏を取らせていただきます。誰がちなみに決めそうですか。もちろん現9番武藤選手と将来の9番細谷選手ですね。じゃあ河合さんお願いします。 2-1 で柏レイソル。おお、2点やっぱ取る、取るんですよ。あのね、レイソルって期待すればするほど裏切るんですよね、開幕戦だからもうねバーンっていきたいんですよ、はい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 、でまず先制がするんですよ、はい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 、これドーグラスで、はいはいはい、今年はいけんじゃない、はい、と思うと、うん、後半で後半開始早々に追いつかれるんですよ1-1 で1-1になると逆転負けかよ、ね、ちょっと怖くなっちゃいますね、不安な空気が漂う日立大に、はい、でロスタイムですよ、はい、あもうダメだ、攻め込まれ攻め込まれて、はい、最後の最後にロスタイムの、まあ、3分ぐらいで真央細谷選手、ね、細谷選手がもうヘッドで入れて、はい、うわっ、いやいいですね、これ最高じゃないですか。でもうゴール裏に飛び込んでいただいてそうそうそう最高ですね、最高ですよ、はい、ね、ちょっと私からちょっと質問があるんで、結構ですねコーナーキックからの失点が多いような印象があったんですが、そこを言います、はいはいはい、なんでちょっと今年はそういうところがどう変わっていくのかなっていうのをちょっと知りたくて、あれなんであのセットプレーでやられちゃうんでしょうね、はい、あれ本当にあの柏レイソル七不思議の一つで、うん、セットプレーで入れられセットプレーで入らないっていう、ほらよく高校サッカーだと、はい、変な守り方したりするじゃないですか、ぐる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 回ったりとか、はい、アイデアでねそうそう、はい、たまにコーナーキック10回やられるとしたら、うん、たまにそれをやるとかね、ああまあでもそれも高校サッカーかよみたいなそうそうそう、いやでも一つの手ですよね、そう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 、まあでも今回ですね、それそういう意味ではあの辰田選手新加入で入ったんですけど、うんうん、身長高くて対人に強いタイプのセンターバックなので、これで解消してくれるんじゃないかな期待はしてるんですけど、まああと佐々木選手ね、ゴールキーパー、はいはい、今年はねキャンプからもう自分が正ゴールキーパーでやるんだっていう覚悟を持ってやってくれると思うので、うん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 、そこはねまたあの一皮も二皮も向けた佐々木選手を今年は期待したいなと思いますね、はい、というわけで今年も皆さん日立大等々私たちも参りますのでね、はい、ぜひぜひ今年もよろしくお願いします。というわけで今日はですね J リーグ開幕前の、柏レイソルスペシャルということで、うん、レイソルサポの秀幸くんとそしてパッパラ河合さんにお越しいただきお届けしました、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。